はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。皆さんこんにちは、ジェシー・オルゴムルだ。ヒロインだ。はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。第4回ヒロゲーの設計製図のプレゼンです。はい、8月にやる予定でしたが、ちょっといろいろあって11月になっちゃいました。ほんまにすいませんでした。はい、こちら、レゴクリエイターケーキショップの動画で僕がこのケーキショップをガチで設計すると言いましたので、今回のプレゼンはケーキショップと喫茶店の併用住宅です。今回の模型は全部で3つ作りました。1つ目が住宅の模型、2つ目がケーキショップと喫茶店の拡大模型、3つ目は住宅部分の庭の模型です。まずは設計条件と要望です。ケーキショップと喫茶店のオーナーの住宅を設計。前面道路は崖になっていて海辺が見渡せます。店舗部分と住居部分は出入り口を明確に分離し、1階部分で行き来できるようにします。屋外テラスは喫茶店からも利用できるようにします。ケーキショップと喫茶店と屋外テラスから海辺が眺められるように設計。ケーキショップと喫茶店は車椅子利用者に配慮。家族構成、50代の夫婦、子供2人、両方とも20代の女子で家事手伝いです。建築条件、構造は木造、階数は地上2階以下、平屋は可能、地下は不可能、規模は延べ面積300平方メートル以下です。商用室は喫茶店、カウンター椅子合わせて10席以上、屋外テラスは8席以上、製造室は19平米以上、更衣室兼事務所、その他必要と思われる部屋を自由に設計。廊下の幅は1365ミリ以上とします。駐車場は普通自動車4台分、客用が3台と自宅用が1台です。これが設計条件です。ちなみに設計条件の一部は友達に作ってもらいました。はい、まずはプレゼン用紙から見せます。はい、こちらです。はい、今回はシンプルにデザインしました。本来でしたらここの枠にレゴブロックの造形をしてるんですけど、あれ結構時間かかっちゃうので今回は省略しました。はい、こちらがエスキス用紙です。これが1階と平面図で、こちらが2階です。そして余ったスペースには面積と工夫したところを書いています。これを元に図面化したのがこちらです。はい、こちらがプレゼン用紙です。はい、まずこちらが1階配置図兼平面図です。で、こちらが2階の平面図で、こちらが記号と面積表で、こちらが南側の立面図で、で、こちらが模型の写真です。はい、まずは住宅の模型から見せます。はい、こちらが住宅の模型です。大きさはマイクロミニフィグ寸法にしています。これが南側、西側、北側、東側です。この模型は屋根が外れて、1階と2階がこのように、分離します。で、さらにここからこんな感じで分割できます。上から見るとこんな感じです。2階を外すとこんな感じです。ではここから工夫したところについて説明します。まず今回は車椅子客でも気軽に利用できるように、駐車スペースを広めに計画して、カフェとケーキショップはほぼ全て引き戸にして、カフェの客用便所を多機能便所にしました。僕の設計の趣旨なんですけど、どんな人でも気軽に利用できるように設計しています。引き戸にすることによって車椅子客でも気軽に利用できるようにしました。ケーキショップで買ったケーキをそのままカフェで食べることも可能です。そして次に工夫したところは、ケーキショップとカフェとテラスから海辺を眺められるように設計しました。では次は住宅部分で工夫したところを発表します。まず住宅部分なんですけど、ケーキショップと喫茶店を明確に分離して、こちらの更衣室兼事務所で行き来できるようにしました。そして次は2階の説明です。で、次に住居部分で工夫したところは、まず子供部屋の収納を可動間仕切り収納にしました。今回の子供2人は20代の女性ということで、もしかしたら子供2人が独立するかもしれないので、今回は可動間仕切り収納にしました。もし子供2人いなくなったら、ここはでかい収納になります。そして次に工夫したところはこちらの夫婦室です。夫婦室は通風日当たりに配慮した設計として、夫婦室のベランダから海辺を眺められるように設計して、プライベートな雰囲気を出しました。今回夫婦室は東南に配置したことによって通風と日当たりに配慮しました。そしてこのベランダから海辺を眺められるように設計して、夫婦2人のプライベートな雰囲気を出しました。はい、次はこちらのケーキショップと喫茶店の拡大模型を見せます。それがこちらです。よっこらセット。はい、こちらがケーキショップと喫茶店の拡大模型です。ちなみに図面の立面図の模型と色が違うと思うんですけど、すいません、ただ単にパーツなくて別の色で代用しました、すいません。はい、テラスの部分はこんな感じです。ちゃんと車椅子客でも利用できるようにスロープを設けました。本来でしたらこの4つのドアは全て引き戸なんですけど、間違えて開き戸にしてしまいました。はい、こちらが喫茶店です。
今回喫茶店のキッチンを何気にこだわりました。カウンター席はこのようになっていて、奥のテーブル席はこのようになってます。ちなみにこれは照明です。そして次はこちらのケーキショップ部分です。ケーキショップの内装はシンプルに設計しました。ケーキショップから見れる窓はこのように大きく取りました。このようにすることでケーキショップの中を全体的に見れるようにしました。でケーキショップは喫茶店と異なるライトを使用しています。今回はケーキだけじゃなくてアイスも売ってます。そしてケーキショップとかにあるガラスのショーケース、これもそれに近いように頑張って設計したんですけど、ちょっと似てないですねはい、ケーキショップとカフェの拡大模型はこんな感じです。では次は住居部分の1階の庭の拡大模型を見せます。それがこちらです。はい、こちらです。本来だったら塀があるんですけど、今回は花や木を見せるために塀を取っ払いました。一言で言うのであれば公園みたいな感じですね。はい、庭は広めにしてるので開放感はとてもすごいと思います。住居部分から見るとこんな感じです。はい、今回のプレゼンで設計した模型をすべて並べるとこんな感じです。ちなみにこの3つの模型の中で一番作るの大変だったのはこちらのケーキショップと喫茶店の拡大模型です。今回内装と家具をちょっとこだわったので、この模型を作るのに2日ぐらいかかりました。住宅模型に関しては2日で完成して、こちらの庭は30分で作りました。はい、第4回ヒロゲーの設計製図のプレゼンテーションは以上です。はい、ということで第4回ヒロゲーの設計製図のプレゼンテーションいかがだったでしょうか。動画の最初でも言ったんですけど、出すのが遅れてすいませんでした。今回はこちらのレゴクリエイターケーキショップの住宅をガチで設計しました。今回のプレゼンは内装にもちょっとこだわってみようということで、内装のデザインや家具に時間かかりました。で年内中にあと一つプレゼン動画を出そうと思います。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほならー、イエーイ